かね、明日から東寺で盆栽フェスがあるらしいよ。あ、そうですか、ね、じゃあ準備しないといけないかな。そう、急がないといけないですね。シートさんも今回出すんだよね。あ、はい、ちょっと出そうかなと思ってます、はい、じゃあちょっと紹介しましょうか。そうですね、はい、はい行ってみよう。どうなんだろう。すいません。はい、こんにちは。はい、こんにちは。9月16日からですね、はい、16、17、18と3日間、東寺園の盆栽フェスが開催されます。今日もね、今回もですね、新藤さんに出していただくということで、はい、その商品紹介を、はい、恒例のやっていきたいと思います、はい、今回はね、素晴らしいものがたくさん揃ってます。そうでもないです。いえ、どれからいきますか。鉢に入ってるやつと、まあ、ワンコインコーナーとか考えていて、はい、あ、なるほど、はい、はい、生からちょっとピックアップしてきました。はい、鉢もいいですもんね、これね。これいいね、すごい鉢。棚場にずっとあったやつ、うん、まあ、残念なの。ここからいっちゃいますか。はい、あ、なるほど。 4本しかないんですけど、はい、金足で、イワシで、イワシでです。はい、イワシで株立ちですね。でもなんか結構切り込みがはっきりしてますね。はい、鉢がね、なんかそうなんですよ。なんか見えますかね。打ち込みのいいやつです。はい、詳しい方がいたら分かるかもしれない。いや、すごく、うん、いい味のある鉢ですね。うん、そんなもんです。おいくら万円ぐらい。これからですか、はい、札付けは。いや、これは面白いですよ。キムコさんの木を変えるっていうのが、変えるっていうのがね、目的ですからね。シントさんの大人気のこれがすごいんですよ。まあ、私も欲しくてしょうがないんだけど、これほら、すごい綺麗にできてる。はい。はい、取り木して、まだ、ね、根が一回りしたぐらいかな。そうですね。安定してきたので出しました。はい、これ、だから、ちっちゃいやつもあったんですね。500円シリーズと。はい、そうそう、ここにね、いや、いっぱい。ワンコインシリーズあります。微小ですか。ワンコインシリーズ。微小で紅葉するやつとか、はい、はい、赤くなるタイプのやつとかも混ざっていて、おお、これも綺麗ですね。はい、二股できてますね、なんかね。はい、液がたくさんあるもんで大放出。これもすごいじゃないですか。これはすごい。かっこいいです。安くするので、あの、はい、寄せ植えとか、うん、でちょっとまとめて買って寄せ植え楽しんでいただいてもいいかなと思います。ワンコインコーナー。これだといくら？3000円。まあ、3000円以下で考えてます。3000円以下だそうです。うん、はい、で、あとね、これもすごいですね。梅もどき。梅もどき、太いね。太いやつですね、うん。すごいですね。ちょっとサイズがね、私は大きいからなので、今回出してみようかなと。そうですね。だから、ちょっと大きいのが OK って人はお買い得だってことですね。はい、これもそうですね。はい、はい、これは姫国宝ですね。姫国宝。あ、これもまたなんか、うさげな。町直さんのお弟子さんの、あー、あの方ね、はい、はいはいはい、あの方です。秋直さん、違う お弟子さんの有名な方のいいやつですね。はい、ちょっとね、はい、大ぶりだから、好きな方がいたら、はい、買ってください。はい、いわゆる姫リンゴ、姫リンゴの国宝シリーズってことですね。はい、はい、で、心拍はですね、心拍日本です。これいいですよね、これ、はい、文人。今日ね、さっき話しててね、ここら辺をこう取ってもね、はい、いいかなって相談しようと思ってたんですけど、うん、もう少し細く作りたかったんですけど、そこは下げて、そこは下げて、はい、ここは上げる、うん、これ取ってこれ上げちゃうか、うん、もしくはもうそっくり取っちゃうか、うん、私最初取ろうと思ってましたよね。うん、あの、取るのありですね、うん、いいですね。それとこれは、はい、紀州心拍ですね、ミニです。ミニ、おなどなど、そうですね、はい、などなど。これ今ね、お店とかだったら7000円ぐらいで出すよって聞いたんですけど、うん、もうちょっと安いみたいなんで、あ、はい、はい、安くします、ね、あとこれダル培養でちょっと太らせた黒松なんかたくさんあったので、これも来ました。ここも値上がりで、はい、内部にどうぞ。はい、はい、これ赤っぽいですかね。それも赤ですかね。赤ですかね、うん、赤もあるんですか。赤、はい、畳み込みできますね。畳み込める、それね、畳み込めますね。こっちもそうですかね。あ、みんな一緒ですね。はい、あ、赤っぽいのがあれかな。赤っぽいというか、そうですね、黄緑っぽいのが赤かもしれないですね。はい。いろいろあります。これも？それもです。それはこっちもですけど、ワンコインコーナーで。これがワンコインコーナー。はい。いろいろ混ぜて持ってきました。500円がいっぱいあるところですね。はい。この黒もいいです。これこれこれ。これ。これすごいじゃないですか。ね、いいですよね。これはね、もったいないけど出しちゃおうってやつですね。うん。好きな人いたらと思って持ってきました。うん。うん、これなんだ。奈良かな。奈良か。はい。なんかすごい畳み込み。ほら。すごいな。畳み込み。今ね、2章でね、伸びたやつ。すごいですね。ギュッと。はい、ギュッと。
畳み込みですね。最近畳み込んで、君のミニ盆栽の黒ご用のね、ミニ盆栽、はいはい、すごい上手だって今日話してたんですよ。ありがとうございます。ね、といったところですかね。はい、はい、まだこれから値段付けです。値段付けですね。お金はたくさんありますね。たくさんありますんで、はい、物勝ちで。はい。はい。じゃあ昼間コーナーを。あ、続きは昼間コーナーね。私の出店のご紹介ですね。で今回は結構いろいろ、まずいっぱい棚場を整理しなきゃいけないというのがあって、結構今回はそこそこいいものを、出すつもりなんで、お値段もそこそこかもしれない。なるほど。ただまあ自分が、お店に置いてあったら買うなっていう値段にしてます。はい、だからちょっとやりづらいのはこういうのとかね。これ赤松で紹介したやつですね。そうそう、だから紹介したやつなんですけど、結構ほら500円で買ったとか1000円とか言っちゃってるんで、聞かなかったことにしてもらって、とりあえず今の値段で私が売ってたら買っちゃう値段と、はい、いうことで、値段はつけたいと思ってます。これはもう値段つけちゃったんですけど、石灰ヒノキの1万7000円とつけちゃいました。買いましたね。はい、もう川が流れてるみたいにって言ったんで、実際に石をちょっとやってみました。はい、はいはい、ね、なんかね景色がこう見えるかなっていう感じで、はい、はい、であとはね、好評の畳み込みシリーズを、はい、新泊、これだ言ってた、これが3500円とかって言っちゃったやつですよね。はい、外してこれ取っちゃってもいいし、つけて模様切りにしてもいいしと、これとか、あとこれもねちょっと追加しました。はい、あとそれもこれも結構、はい、外してですね、ぐちゃぐちゃですね。これ外してもらうか外して売るかですね。あ、外してないんでしたっけ。食い込んで、あ、じゃあ外してください。外してください。はい、そういうのも楽しいです。そうですね、これもそうかな。もう一個ちょっと値段はこれからつけますんで、はい、でね、五葉松のこの間畳んだやつ、はい、植え替えした後ですね、葉っぱがちょっと傷んだんで、ちょっと売れないということで、ちょっと代わりに用意しなきゃいけないなと思ったんで、ちょっとこれはね本当は売りたくなかったんですけど、ザ模様着って感じの、なかなかこれだけの御用でね、小さいやつないんで、これを出すことにしました。はい、でこれも針金食い込んでるんで外してください。はい、これは割と発症が短くていい方ですね。石槌ではないと思いますね。はい、はい、この夏を乗り越えたから乗り越えたからね、ちょっと太ってね、はい、はい、これは、いいと思います。あとは、これが、土浦の方で買ったこれ辺でやつですかね、バチンと切ったやつ、動画になったやつ、動画になった、あ、だから一応動画になったやつ、そうそう、一応動画になったやつですね。はい、土浦のやつと、あと土浦のやつですか。土浦のやつ変わりましたね。後ろ全部切っちゃったんですよね。切っちゃったんですね。これもちっちゃい鉢に植えれば、いいですね。ね、この辺で良くなると思うんですね。はい、はい、で、これも三眼で作りましたっていうやつですね。これもそんなに、ね、安く出そうかなと思ってますんで、大体どうだろう、まあ5000円以下ですね。はい、いいじゃないですか。鉢もなんか薄くていいですね。鉢買ったんですよこれね。ここで鉢、はい、鉢買ったんでちょっと値段するあれですけど、まあ5000円以下で、はい、あとこれがですね、安行盆栽村でしたっけ。あ、違う、いつも間違えた、川口盆栽村、川口盆栽村で作った、あ、こっちもいいのかな、で買った、で買った盆栽世界と盆栽Q のコラボ動画に出てる。そうです、長寿梅ですね。で長寿梅はこれ確か、これも動画で言ってると思うんですけど、確か3000円で買って、鉢はね私が自分で買ったんですね。これもなかなか面白いいい鉢で、なんでこれは4000円で、もう原価で、原価で出すってことは、まあ実質赤字なんですけど、はい、どっち、あ、そっちかな、こっちかな、どっちでもいいですね。はい、はい、等間なんですけど、まあこういう彦梅というか株立ちもうちょっと増やしてもいいかもしれないですよね。まだ若いんでこれ伸ばしてもそんなに止まらないと思うんで、まあこれは買った方が、はい、作っていただければというふうに思います。で、この間これもね、まあ、最近の、最近の動画で上がったやつですね。とりあえずこう優しく作って端生がいいねっていう形で、とりあえずこんな感じか、この辺ですかね、なんかね正面がね、はい、ということでこういう優しくふわがり作ってもいいんですけど、ちょっと自分の動画を見てて思ったのが、これ途中からもう一回ガクンと折って、こういう半分を根切りにして、ここら辺がこれにドーンとくると、これがそっくりそのままここにくると、そうすると、また面白くなってくるかなっていう気がしてます。
はい、だから売れなければ私はそれを作るかなと思ってるんですけど、うん、まあ、多分それでこうちっちゃくなってこんな風になったらもう1万円以上は多分すると思うんで、はい、ということはそれをいくらですか。まあ半分6000円ぐらいで。6000円ぐらい、はい、うん、場所めっちゃいいですね。めっちゃいいんですよこれ ね、 ですね、はいはい、ということで出したいと思いますんで、まあこれから値段付けしますんで、うん、そこそこお値段、お金いっぱい持ってきてください高いかもしれない高いのはね、まだありますよね、5万円、7万円とかっていうのもちょっと出してるんで、ひまさんはここがまだ全然全然、まあ、それも言ってないですよね。あ、これだ、これも、うん、これもね、多分安く買ったよ。やったと思う。これやりましたよ ね、 そこガクってなんかガクッとやって、ここの落ちがいいですね、うん、で、肌も急に来ました、これ ね、 ね、だからやっぱり赤松って肌が来るの早いんだと思うんですけど、まあ、この辺がね、一つ特徴で、そうそうそう、うん、この落ちが綺麗に落ちてるんでね、これもちょっとまだ値段決めてないですけど、こういうのも、うん、いいですね、はい、優しいですよね、うん、こんな風に作っていきたいな、作ってきたいんで、こういうのを出したいなというふうに思いますはい、はい、ということで、以上かな、はい、はい、私の紹介でした、はい、はい、ありがとうございます。今回新しく10月桜を仕入れてみました、うん、はい、今ちょうど咲いてますね、うん、春と秋、まあ、今ぐらいの時期2回ぐらい咲くんですけど、桜でこれね、挿し木も効くんですよ10月桜って。そうですね、だから割と1個買ったら結構増やせるし、うん、楽しめるかなと思います。なかなか葉っぱが大きくなりやすいんですけどね桜って、うん、10月桜ってあんまりそこまで大きくならないので。でも結構このね、立派なね、太いですよね。ありますんで、まあ安いのとちょっといいやつ2種類ありますんで、いろいろ探してみていいのがあったらご購入いただければと思いますね。こういう感じ。これでもここにもまた追加した商品あるじゃないですか、はい、それ以外にもまだ追加する。追加します。どっちかっていうと素材っぽいやつの方が皆さん面白いかなと思うんで、うん、素材系をの方が、はい、いじれるようなやつを揃えておりますので、いろいろこうやって見比べていいのを買っていただければと思います、はいはい、フェス直前動画ですけども、はい、どうでしょうか東純さん商品は。まあ、生徒さんもいろいろ持ってきていただいてますまだないです。まだない、はい、これ今月曜日に撮ってるんですけど、これからまた商品続々と来ると、はい、今ねまたここにも来てますけど、はい、こういうものが、たくさん来ると、はい、で、まあ、当日なんですけど、例年8時半だっけ、うん、9時じゃない9時、9時からだ、9時から、はい、オープンですので。じゃあ今回なんか他に新たな試みありますか、はい、教室をですね、うん、一応開放という形で開放で、まあ、なかなかフリーっていうわけにはいかないんですけど、はい、フェスでご購入いただいたお客様だけですかね、ちょっと人数も限りあるので、うん、そういう方は、買った商品をその場でいじれるように教室内でできるように開放したいと思います。道具とかは、一応道具はハサミと、やっとことかは置いておきますし、うん、針金も置いておきますので、はい、まあ、一応川崎先生は3日間いらっしゃいますので、はい、教えてもらいながらとか、みんなで談笑しながら作業していただくスペースを設けたいなというふうに思ってます、はいはい、まあ、コミュニケーションが取りやすいような、そうですね、環境にしたいなってことですね、はい、なかなか皆さんっていう感じにはならなくて、うん、で時間制限もあるかもしれないんですけど、その中でも皆さんで一緒に楽しんでいただけるのがいいのかなと思って設置しますので、はい、ぜひご利用いただきたいと思います。はい、ぜひ友達作ってほしいですね。そうですね、はい、なかなかこの趣味はいろんな友達を作るというのはなかなか難しい趣味でもあるので、うん、せっかくこういう機会、オフ会的な感じでやっていただければと思います。わかりました、はい、9月16、17、18同日月と3日間やります東純フェス、9時からオープンしますので、はい、あまり並ぶ必要はないと思いますので以前6時とか5時とかからいらっしゃったんですけどそこまで、そうですね、する必要はありませんので、はい、9時、まあ、8時50分くらいまでに来ればいいのかなと思いますので、ぜひゆっくりと、お気をつけていらっしゃい、いらっしゃい、いらっしゃいと、いらっしゃい、はい、これさ、昼間さんがいつ来るとか言ってるんですか。言ってない。昼間さんは初日は来れない。そう、ちょっとまたちょっと違う用事があるみたいで。でね、はい、確か日曜日にキミコさんも来ます。行
言っていいって。あ、そうだ。きみこさんも日曜日に来るんで、まあ2日目はそれでね、はい、昼間さんもきみこさんもいると。ただ初日の方がいいのはあると思いますの で、 そうですね。で2日目にまた追加される商品もあると思うし、はい、3日目値引きされてるっていうのもあるので、はい、まあ3日間楽しめるようには心がけますので、うん、全通していただいても結構ですから。だって人と話したかったら、ね、2日目3日目の方が多分いいからね。そうですね、ゆっくり見れると思うので、初日はやっぱり朝だと結構な人がいらっしゃるので、そうそう、ということで、はい、9時からオープンですので、はい、ぜひ皆さんお待ちしております。はい、よろしくお願いします。全然喋ってないお願いします。ありがとうございました。ビシュチャチャーって。ということで、はい、盆栽級セカンドセカンドじゃないって。盆栽級も宣伝しなくちゃいけない。あ、まあ大丈夫です。あ、いいんですね。はい、あ、盆スキー場一応取ってきますか。何ですか。どういうやつ、どうしてる。あれ？こうじゃないですか。こう いいですか。セクハラじゃないですか。大丈夫ですか。セクハラじゃない。いやいや、ちょっとこれお知らせがあるんですよね。お知らせ。あ、そうでしたね。あ、そうでした。何って言われて。あ、ボンスキー場の巡回員に。なっていたんですね。そうだ。いつも、はい、毎月お手入れ、お手入れ教室みたいなのをオンラインでやってるんですけど、はいはい、今月ですね。そうですね、24日ですね。臨時教師みたいな。はい、ついにゲストで男性ゲストボンスキー場に登場です。ひるまさんをお呼びすることになりました。なりました。ボンスキー場。ボンスキー場よろしくお願いします。ボンスキー場入ったら、じゃあひるまさんのにも相談できるってことか。そうそう、うん、今回限りでね。今回限りで、ね、そうですね。でも好評だったら続くかもしれない。まあね、はいはい、結構時間長いみたいなんでね。3時間ぐらい、長いですね。部屋出て開放するんで。はい、なるほど、はい。ということで、まあ、いい働きをしてくれる。頑張るでしょうね。はい。ということで、はい、それまでだから24日までに入れば、あ、見る、見れるということですね。はい、見れます。はい。なるほど。ということで、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい